アーロン・ジェイ・クローはアメリカが州国カンザス州トピカ出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ。ミズーリー大学では最速96マイルパーアワーの動く速球とスライダーを武器に活躍し、大学9回では左腕のブライアン・マティスと並ぶドラフトの目玉投手となった。2008年の MLB ドラフト1巡目でワシントン・ナショナルズから指名されたが、 400万ドルの契約金を要求した苦労の代理人に対し、ナショナルズが350万ドルしか提示しなかったため、交渉は決裂した。その後は独立リーグのフォートワースキャッツでプレーした。2009年の MLB ドラフト1巡目で、カンザス式ロイヤルズから指名を受け、9月15日に契約金300万ドル及び出来高払い150万ドルのメジャー契約で入団に合意した。 2010年は AQ ノースウエストアーカンソーナチュラルズでスタートするが、不審でシーズン途中に AQ ウィルミントンブルーロックスに降格し、トータルで防御率5.73に終わった。2011年からはリリーフに転向し、オープン戦で好成績を残して開幕ロースターに入り、3月31日のロサンゼルスエンゼルス戦でメジャー初登板を果たした。 その後,後、高投を続け、オールスターにもロイヤルズの選手ではただ一人、選出された。しかし、前半戦の防御率2.08に対し、後半戦は4.34と失速。毎日のブルペンでの調整で疲労が溜まったことが、原因とされた。2012年からは再び先発に転向することになったが、3月に、ホアキムソリアが、 トミー・ジョン手術でシーズンを全休することが決まると、クローはリリーフに配置転換された。2014年1月31日にロイヤルズと147万5000ドルの1年契約で合意した。レギュラーシーズンでは2012年に次ぐ自己2位となる67試合に登板し、通算250試合登板を達成した。4年連続となる55試合以上に投げたが、 防御率はメジャーデビュー以来ワーストとなる4.12となった。3セーブ10比本類打はいずれも最も多い数字である。2014年11月28日にブライアン・フリンとリード・レッドマンとのトレードでマイアミ・マーリンズへ移籍した。2015年シーズンには先発投手に転向させる案が浮上したが、3月に右肘に違和感を訴え4月5日に故障者リスト入りし、 トミー・ジョン手術を受けることになった。シーズン終了後の12月2日にノンテンダー FA となった。2016年2月19日にシカゴ・カブスとマイナー契約を結んだが、右肘痛により、ルーキーリーグでの3試合の登板に終わった。2017年は、所属球団なく、2018年5月1日に、メキシカンリーグのモンクローバ・スティーラーズと契約した。七月三日に、 FA となる。7月26日に、プエブラ・パロッツに移籍。92から96マイルパーアワーの速球と、スライダーが全投球の9割以上を占める。チェンジアップの精度が上がらず、先発としては高成績を残せなかったが、大学時代から先発よりも、クローザー向きと評されていた通り、リリーフ転校後は、速球とスライダーの組み合わせで結果を残している。 ありがとうございます。